こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、佐世保にアメリカ強襲揚陸艦が着任。ストブル空母として、日本の見本として、視察が何度か行われてきました。その視察で改めて分かったことは、日本にも空母打撃群が必要。空母打撃群を編成するとして、どんな構成で組み合わせるのか、すでに日本の計画は長期計画で計画進行しているのです。護衛艦出雲、加賀の改修をもって第一段階が完了。時代に追いついた F-35B。ストブル戦闘機の登場でより日本の防衛を強化したプランを示した。そのストブル空母打撃群の構想を考えてみた。2019年2月に護衛艦しらぬいが任務に着任しました。最新鋭の対潜水艦護衛艦として、青森県大湊基地に配備されました。青森県にはアメリカ軍三沢基地がありますね。しらぬいが大湊に来たことが潜水艦事情を変えることになりました。海上自衛隊では、護衛艦出雲の改修が実施されることになりましたが、これは F-35B ステルス戦闘機を搭載するための改修です。F-35B のジェットエンジンの熱に耐えられる甲板に変更すると同時に、格納庫も改修する計画だそうです。出雲の改修後には、護衛艦加賀の改修計画が出てくると考えております。護衛艦出雲、元加賀の2隻は、現在はヘリ空母として稼働していますが、F-35B は最短離陸距離が 168M と短いので、護衛艦出雲、元加賀で十分運用可能と見られています。ただ、甲板の改修は必要となるそうです。ワスプ級強襲揚陸艦を考えると、大きさはさほど変わりはないのですが、いつも乗せているわけではなく、一朝有事の際に艦載するという方針を当時の岩屋防衛大臣が示しました。偶然なのか必然なのか、空母には打撃群が必要になってきます。打撃群と聞いても何かわかる方は少ないと思われますが、アメリカ発祥の軍事システムで、空母打撃群には航空母艦1隻に護衛艦が5隻から10隻、補給艦なども合わせ乗員は7000人以上とされる部隊と言っていいでしょう。もちろんミサイルや魚雷なども山ほど搭載している攻撃部隊です。護衛艦出雲や加賀を見ると2隻と偶数ですね。伊勢や日向も合わせて2隻と偶数です。ここで護衛艦を考えてみると、やはり2隻あるいは4隻と偶数です。あたご型護衛艦は2隻。あ、気づき型護衛艦は4隻。朝日型護衛艦2隻。マヤ型護衛艦や白縫い型護衛艦は今は1隻ずつですが、建造するのは2隻となっています。白縫い護衛艦が青森大港で就役しましたが、この艦は対戦艦護衛艦であり、特殊対戦ミサイルも搭載しているので、潜水艦に攻撃可能です。また、白縫い型護衛艦は、音も非常に静かに建造していますから、設計上ではハイブリッド設計となるので、敵にこっそり接近できるはずです。そして、ミサイルや魚雷などを発射できる設計です。ということは、相手の潜水艦にとっては、
非常な脅威となることでしょう。日本には空母打撃群に必要な数の護衛艦がすでに揃っていると考えても良いと思われます。この20年で建造構想はすでにできていたのかもしれません。潜水艦について考えると、やはり、そう、旧型潜水艦は空母打撃群に参加することになるでしょう。そう、旧型潜水艦の最新鋭潜水艦である桜竜潜水艦は、リチウム電池を搭載していて、機動力は2倍以上と推測されます。そう、旧型潜水艦は全部で12隻が建造の計画ですが、最終艦の11番艦と12番艦はリチウム電池を搭載することになっています。AIP 機関のスターリングエンジンは、そう、旧型潜水艦で強力に押されていましたが、11番艦を最後に廃止されます。その代わりにリチウム電池を搭載することになったのです。理由はスターリングエンジンの進化よりリチウム電池の進化がとても早かったためです。と言っても、海外では通常動力型潜水艦ではまだスターリングエンジンが主流になっているようです。空母打撃群には潜水艦が欠かせないものとなります。少なくても1隻か2隻は必要となります。今なら、そう、旧型潜水艦でも十分対応可能ですが、日本の潜水艦は高性能と定評があります。これは去年8月、黒潮潜水艦が南シナ海に突然登場したことによって、世界に恋を失うほど強烈なインパクトを与えたことでもお分かりでしょう。この黒潮の行動に関しては、中国が一番驚いたのではないかと思われます。それに加えてもっと注目するべきなのは、公表した元防衛大臣小野寺五天氏の言葉です。彼は、黒潮の南シナ海での偵察任務は15年前から行われていると発言したのです。15年もの長い時間、中国や台湾などの他国に発見されずに行動していたという事実こそが、世界を驚かせたのではないかと考えられます。このニュースには、一度は日本の潜水艦の購入を検討していた。オーストラリアも驚いたようです。そんなに高性能なのかと誰もが感じたことでしょう。最大の貿易国である中国の横やりじみた忠告で日本からの購入を止めたオーストラリアでしたが、もったいなかったと思ったであろうと推測されます。オーストラリア覇王流潜水艦の登場で、再び日本の潜水艦に注目しているようです。実は、オーストラリアは自国単独での潜水艦建造計画がうまく進んでいないらしく、潜水艦計画自体に齟齬が発生した困った状況を打破したいものと思われます。自国単独での潜水艦建造を目指しているのは、オーストラリアだけではありません。中国と様々な軋轢のある台湾でも自国での建造を目指して潜水艦の設計が最終案まで来ていると言われています。アメリカも協力しているそうで、日本にも視察に来ています。ということは、日本の潜水艦の技術は世界でもトップクラスになったという明らかな証拠ではないでしょうか。空母打撃群を編成する能力はすでに日本には備わっていると思われます。今後は
出雲、矢加の改修が無事終了し、F-35 ブストブル機の納品を待つという状態です。個人的にも、打撃群の訓練を早く見たいと思っています。